97号ではリアトリムと前席のシートベルトを取り付けます。今回付属するパーツです。最初にパーツ01のミニリアトリムにパーツ02と03のモールをピンの形状と太さに注意してはめ込みます。続けてリアトリムにパーツ04のダンパーシリンダーを合わせ、パーツ05のネジで固定します。この時ネジを締めすぎるとスムーズに動かなくなってしまうので、軽く動きが固定されるように締め具合を調節してください。次にボディに93号で組み立てた左リアトリムと今回組み立てた右リアトリムをはめ込み、パーツ06のネジ2本でそれぞれ固定します。この時はめ込む位置を確認して、また室内灯のコードを挟み込まないように注意してください。次に天井内張りと左右のリアトリムに92号で付属したシートベルトをそれぞれピンの形状に注意してはめ込みます。これで97号の作業は終了です。なお完成の写真に間違いがありましたので、ここで訂正してお詫びいたします。正しくはこの動画の写真になります。